私は沖縄を知ったのは、14、15歳の時で、それまではもう、まあ、空手イコール日本、ジャパンしかなくて、でたまたま私が入った空手道場は沖縄五十の道場だったんですよ。私の町は小さな町で道場は2つあって、自分が通える道場が公民館でやってた道場、そこで指導してたのは沖縄の先生から習ったフランス人、縁が良くて沖縄の道場に入っちゃったんです。まあ、フランスで空手をやりだして、一度行きたいなと思って観光で沖縄に来たのが1993年の9月、ちょうど25年前です。で、今ずっと沖縄にいるんだけど、まあ沖縄で日本語が全くわからない頃はいろんな小さな仕事いっぱい重ねて、少しずつ日本語を分かってきて、で、11年前ぐらい空手の仕事と縁があって、それで空手家から空手関係者に変わってきて、でそれでもまあ今選挙権はないけど、まあ、うちの州っていうか県民の一人と思ってますけどね。空手は全部沖縄から発祥して、まあ、出てきたんだけど、やっぱり本土で、で発展してきた空手っていうのは、沖縄の特徴よりも本土の人が求めるもの、これという簡単に言うと、他の武術武道は相手がいるから成り立つ、自分を磨くのが沖縄空手の特徴だと思うから。で本土ではやっぱり相手が必要だから組手が発達したりして、で、相手との勝負、それがだんだんスポーツ空手に行ったんじゃないかなと。だからその本土の空手をやってる人はやっぱりそういう相手との勝負がとても強い。で、まあそれが今スポーツ空手に広がってはいると思うんだけど、だから若い頃はね、競技とかそういうのもとても自由だと思うんだけど、年を取ってね、ずっと常連蹴りできるわけないし、その自分の体を聞いて空手を続く。ヨーロッパあたりは50歳になるともう空手を、まあ、他のスポーツと一緒、もうかそのスポーツをやることも、もう体も痛いしでやめる、空手をやめる人がとても多いんです。もう多くて、例えばフランス空手連盟は高齢者空手を増やそうと、子供もいっぱいいる、大人もいっぱいいるけど、50歳以上はほとんどいない。だから沖縄空手って子供から始まってお墓までできる、やっぱり自分の体を聞いてやろう、なのでとっても素晴らしいんじゃないかな。ただのスポーツじゃない、もちろん無理しないと上手にならないと思うんだけど、その自分の体にあんまり無理をね、壊すまでは、だから命中だからとかね、やっぱり自分の体健康が一番大事であって、今壊したら後でできなくなる、継続できなくなる、だから体を作ることが重要であって、一旦作ったらそれをずっと保っていく、何だっけ、水をボイルすると一回消せば冷めるでしょ、また温めるには時間かかる、全く一緒だ、ずっと気づいて保つ、これが空手だと一応思ってるけど、だから先生たちがいつも指導するのはね、もうほどほどだんだん、まあ、重ねていくんだけど、いきなりねやって体を壊すよりも少しずつで保っていくと、で永遠にできるのがとても大切、これも沖縄の文化の一つだと思うよね。いきなりじゃなくて少しずつずっと継続していく、継続が力なりっていうけど、それも沖縄の中にあるんじゃないかな、空手だけじゃなくてね、我慢強い。だから空手も、鍛錬は力、まあもちろん護身術っていうのは当然なんだけど、それより自分を磨くっていうか鍛えていく、それが鍛錬で、沖縄の歴史を見てもいろんなハードルを乗り越えて今いる、これがその鍛錬の精神があるの、その鍛えっていうか
我慢強さを養う。空手もそう、とっても似てはいるんじゃないかな。だから発祥の地は沖縄だけ、本土は発祥の地じゃないんです。ただ世界にいる人たちはその特徴はわからない。もう日本、沖縄から北海道まで全部一色、日の丸一色と思ってんだけど、だけど沖縄に来ると日の丸よりも元気もあるし、いろんな違う変わった特徴があるから、それを見来ないと見ない部分がいっぱいある。だからうちな世界のうちなんちにもそう、三振をいっぱいやってもやっぱり沖縄に来て三振を聞くと YouTube で聞くと全然違う。空手もそう、 YouTube はもう YouTube マスターっていうぐらいみんな YouTube に習えるんだけど、いやそれは違う。やっぱり沖縄に来て沖縄の先生 に体触れて、それで当たってるかって直してもらう、ね、足を踏まないとダメだなと思う。血のつながりがあってもそれだけでは足りないと思う。だから何かの、まあもちろん空手やってくれれば最高なんだけど、沖縄の何かの芸を学ぶ、三振だけを並んで三振には座らないといけない、その辛さを、これも我慢の一つ。舞踊もとってもゆっくり同じ動作を何回も繰り返して、これも一つの我慢強さ。そういう芸を身につくことが沖縄の文化、沖縄 のアイデンティティを分かる一つの手段じゃないかな。まあ、今ねネットとかいろんなものあるんだけど、何かの芸を身につくが重要じゃない。空手やってる人はみんな分かってはいるんだけど、血だけでは足りないね。血、心、芸、やっぱりこんな小さな島がこんな素晴らしい文化いっぱい作ってるっていうのはやっぱり沖縄の社会の中の芸術、武芸がとても大事にされてる。でそれは意味があるんでしょう。勝ち足のない沖縄なんてないでしょう。でそのこの組踊りでもあんまり私は分からないんだけど、組踊りでも琉球舞踊でも手の動きだけじゃなくてその服装も全部これが一つの丸々一つの文化、それを習うのか身につくのか、それが大切かな。世界のうちなし大会は私1回目は沖縄にいなかったんだけど、確かに2回目からおそらく関わってると思うんですよ、何らかの形ね。2回目か3回目はブラジルの知り合いがお店やってて屋台出すと、でその屋台で仕事してたんですよね。肉焼いたりとかソーセージやったり売ったりとかね、でビールも売ったりで、そこに来る多くの、まあ、県民も世界のうちなんちゅうみんな一つになって一緒に仕事をする環境って最高だなと、楽しくて、沖縄空手をやる、沖縄空手は私 の、まあ、リサーチの中で最低90カ国には沖縄空手が継承されている。90カ国には沖縄の組織が支部道場があるってね。その90カ国にいる沖縄空手のファンをうちなんちゅうにしてもいいんじゃないかなと。それは地のつながりだけじゃなくて沖縄のファンを増やす。うちな世界のうちなんちゅうは私イコール沖縄、世界の沖縄ファンであると。だからもちろん沖縄の血が流れてるのもとても大事なんだけど、それをもうちょっと空手に広めてもっともっと活発的なことができるんじゃないかな。今おそらく世界うちなんちゅうにいてうちなんちゅう、まあ、いわゆる沖縄の人じゃなければわからないじゃん。だから舞踊とか三線とかエーサーとか、まあね、あちこち やられてるんだけど空手のネットワークにかなわない。だからその空手のネットワークを生かす、そう生かすことによって沖縄にはもっといいものが来ると思う。やっぱりいろんな国にいろんな人が沖縄を愛してる、沖縄に来るのもあるし、いろんなアイデア、いろんな交流ができるんじゃないかな。だからもっと超えて、だから空手、ね、空手誰でもわけじゃない、沖縄空手をやる人は沖縄に来たことあるか沖縄の特徴をある程度分かってるか、だからその人たちは沖縄のファン、
そういう人たちをもうちょっとアプローチしてもいいんじゃないかなっていう気がします。本当はね、その何か芸を持っていけたら一番いいんだけど、よく行って帰ってきた人が何も持ってなかったな、やっぱり今からやるっていう人が多いんだけど、行く前にやらんと、帰ってきてから遅いよ。だけど行くのもとても大事で、その何か自分何もなくても三振なくても自分ができる何か、口笛だったらそれでもいいんだけど、空手をね身につけたらいいなと思う。